こんにちは。本日は大東証券投資調査部、アリーガ中国株についてお話しさせていただきます。それではまず市場の動きから見ていきたいと思います。本土市場では先月、1月29日以降、上海総合指数の下落が続き、6連敗となっていましたが、昨日は前日比で80ポイント以上の大幅な上昇となりました。朝方、政府系ファンドが ETF の買い増しを発表したほか、今後も買い越しを続けていく方針を示したことが反発のきっかけとなっています。また、2015年など過去の株価急落時にたびたび下支えを果たしてきた政府系ファンドが公式に買い増しを表明したことに加え、中国証券監督管理委員会が中国株のバリエーションは歴史的低水準であり、中長期的な投資価値が突出しており、そのことを国内機関投資家は認めているとのコメントを発表したことも買い材料となりました。さらに同委員会は未保有の株式を借りて売却する空売りに対する新たな規制を導入することも明らかにしています。証券会社に対し空売りに必要な株式の新規積み増しを禁止する規制を公表したほか、信用買いについては保証の差し入れ期限や維持率に関して柔軟な対応を求めているようです。また、中国公安と協力し、悪意のある空売りの摘発に乗り出しており、1億元以上の違法な利益を上げた事例などを公表しました。15年の株価急落時には、複数の法人や個人が処分を受けましたが、今回も多数の人が処分されることでしょう。ただ、これらの株価対策を受けて急騰した中国本土市場ですが、今週末からの春節による大型連休を控え、売り方による短期的な買い戻しと見る向きも多いです。来週末まで休場となるため、市場参加者のセンチメントがリスク低減に傾きやすい中、政府当局が株価対策を前面に打ち出したことで、一旦売りを手締まう動きが強まった可能性があると言えるでしょう。結局昨日は終値で 2789.486 ポイント。前月末に比べほぼ変わらずとなっていますが、この上昇が続くには今後も政府による強力な株価対策が必要であり、連休後の動きには注意が必要でしょう。では次に、反省指数のチャートをご覧ください。反省指数も1月下旬以降軟調な動きでしたが、昨日は前日比で600ポイント以上の大幅な上昇となりました。本土同様、投資ファンドによる中国株の買い増し、本土証券規制当局による株価対策が買い材料となっています。結局、ハンセン指数は昨日 16,136.87 ポイント、前月末に比べ651ポイント高、同 4% 高で取引を終えました。次に昨日大きく動いた銘柄を見たいと思います。まず、上海 A 株50指数構成銘柄では、レアアース大手北方機土が 10% 高のストップ高となったほか、医薬品大手洪水医薬が 9.6% 高、半導体ファブレス開口インフォメーションテクノロジーが 9.5% 高となりました。直近で下落率の大きかった銘柄や政策の恩恵が期待できる銘柄、政府系銘柄に買いが入っています。また、医薬品開発サービスを手掛けるウーシーアプテクが 8.3% 上昇しました。米政府によるバイオ医薬品企業に対する規制導入の動きを受けて急落していましたが、昨日は大きく反発しています。逆に、石油大手ペトロチャイナ、石炭大手、先制売業など、これまでしっかりとした動きを続けていたエネルギー関連株が、昨日は積極的な買いが入らず、軟調な動きでした。一方、ハンセン指数採用銘柄では、不動産大手、龍湖集団や不動産管理サービス大手、カントリーガーデンサービスが 10% 上昇するなど、直近で軟調だった銘柄を中心に買いが入りました。逆に、本土市場同様、
インフラ大手、チョンコンインフラなど、直近で値持ちの良かった銘柄にはあまり買いが入りませんでした。次に、セクター別の動きをご覧ください。昨日は、主要セクターがすべて上昇しました。特に足元、情報技術セクターの反発が大きいです。今年に入り、オンラインゲームに対する規制強化の動きを見せていた政府が、直近、その動きを後退させたことで、買い戻しが入っているようです。一方、素材セクターは昨日反発しましたが、足元、電池材料など素材価格が全体的に軟調なことから、低調な動きです。また、ヘルスケアセクターも、米政府によるバイオ医薬品企業に対する規制導入の動きがあり、戻りが鈍いと言えます。次に、総合取引制度における本土株市場の売買状況をご覧ください。1月下旬以降、香港経由の売買は若干買い越しとなっています。直近の株価下落を受けて買い戻しに動いているようです。特に昨日は政府系ファンドの買い増しや空売り規制の報道を受け、昨年12月28日以来の100億元を超える買い越しとなっています。ただ、この傾向が連休明けも続くとは限らず注意が必要でしょう。次に、香港市場における本土市場経由の売買状況をご覧ください。こちらは足元売り買いが交錯した状況です。年初からの株価下落を考えると、本土個人投資家がもう少し買いを入れても来ても良さそうですが、本土市場で米国株や日本株の ETF が一時急騰したとの報道があるなど、本土投資家の矛先が他の市場に向いている可能性があるでしょう。もっとも、本土規制当局の目もあり、本土投資家は香港を含めた中国株を今後大幅に売り越してくる可能性は低いと考えられます。次に為替の動きをご覧ください。人民元、香港ドルともに対米ドルで小動きです。特に人民元は1米ドルあたり 7.2 元手前の動きとなっています。昨年9月に1米ドルあたり 7.3 元を突破し、海外への資金流出が懸念された後、7.3 元程度で為替を操作した中国政府は今回、資金流出懸念を事前に抑えるために、7.2 元程度で相場操縦を行っているように見えます。中国本土で利下げへの期待感が強いだけに、米中の金利差から人民元安に動きやすい環境にはありますが、米国での早期利下げ観測が強まらない限り、中国政府の意向に沿って当面現水準で推移するものと考えています。最後に主な経済スケジュールをご覧ください。今週は明日8日、物価指数が発表されます。現時点での市場予想は消費者物価指数が前年同月比 0.5% 低下、前月に比べ 0.2 ポイントの悪化、生産者物価指数で前年同月比 2.6% 低下、前月に比べ 0.1 ポイントの改善となっています。市場では常に関心の高い指標だけに注意が必要でしょう。また、本土市場が今週末から来週末まで、香港市場が来週月曜日、火曜日の両日、春節のため休場となっています。一方、連休明け後には20日にローンプライムレートが発表されます。市場では利下げへの期待感があるものの、足元の人民元相場を考え引き下げはないと見ています。さらに23日には新築住宅の価格動向が発表されます。直近不動産不況が本土景気の大きな足かせとなっており、注意しておく必要があるでしょう。可能性は低いですが、不動産市場の改善が期待できるような内容であれば、株式市場はさらなる上昇へとつながるでしょう。また、3月上旬には全人代が控えています。それゆえ、春節休暇後も、景気対策、株価対策への期待感が株価を下支える材料となりそうです。もっとも、全人代の前後に具体的な対策が発表されなければ、投資家の失望を誘う可能性も高く、注意が必要です。今日は
中国株の動向について解説しました。それではこれで失礼します。ありがとうございました。